聞いてください。マイワールド。壁にもたれて一晩中考えてみたんだ自分のこと。選んだ行く先はここでいいのかわからなくなんだ。でも答えなんて出ないまま、さどこにいたって必死なものさ。うつむいた視線も少し上げ、見えたさ忘れた。僕が僕であるために失っちゃいけないものは何？簡単に出ない答えは辛くて苦しいよ。たった一度のミスを何度もくよくよしないで歩けば愛せるかな My World。大事にしたいと思うほどどうして離れてくんだろう。もうこれ以上はないと言いながらまた求めるけど、形の見えないものに名前をつけて夢や愛と呼ぶことで少し誇らしげ。本当はそんなんじゃないのに、僕が僕であるためにこの言葉が迷わせる。簡単に出ない答えは辛くて苦しいよ。せめて前を向いて行こうは元も立せずに、探し物は見つかるはず。この輪で伝わんなくて投げ出した、全部壊れてしまえばいいと思ってた。でも違う、oh, oh, oh. 悲しみさえ優しさに変えていけたら、少しずつだけど世界を好きになれる、oh, oh. だから僕が僕であるために、それが何かを探して、傷つき立ち止まり、辛くて苦しいよ。だけど一度きりだ、自分をくよくよ責めずに歩けば愛せるさ My World。 光は進む先に、どうもありがとう。ありがとうございました。